石工の設計士。設計したのはポルトガル人である。丸か×かお考えください。どうぞ。さあ、三住西高の設計士はポルトガル人である。丸か×か。微動だにしませんね。今もう誰も動かないからもうシンキングタイム終わっていい。はい、じゃあここまでです。皆さんすごいですね。正解は×です。ちなみに何人か分かりますか？適当なんだ、適当なんだ。ちなみに何人か分かりますか？ラッキーです。正解はオランダ人でした。分かってた方よかった。あ、遅くなる。そうですよね。あのこんな全員正解したのに2人しかいないっていうね。よかった、覚えてください。これを機にオランダ人です。では続いて第4問。